えー、広木さんこんばんは。ライブの切り抜きを見ていて、やっと生配信これました。自分は東海地方に住む、過去東京まで2時間程度の工業高校卒18歳で、大手メーカーの機関車用しています。貯金は80万程度あり、攻撃をしたいと考えています。授業内容は一人暮らし、個人向けに特化したチャーター便のような形で引っ越したがないようです。今後、このサービスは伸びるでしょうかまたやってみるこちゃがかと思いますか文化もとまらずに申し訳ないです。えっと。 チャーター便のような引っ越しなのか宅配業なのかわかんないですけど、あの、一人暮らしに特化してるっていうのって、すでに大手の引っ越しもやってたりするんですよね。なんかあの、独身用引っ越しパックみたいな多分検索すればいいと思うんですけど、なので、その何が違うのかがよくわかんないんですよね。で、その文字数があったので結果こうなったんだと思うんですけど、例えばライブの切り抜きをや見ていてやっとダウン配信に来れましたっていらない情報ですよね。 で、多分知りたいのはどういうサービスをやって、このサービスに将来性があるかどうか聞きたいので、その東海地方に住んでるかどうかとか、大手メーカーの基幹社員やってるかどうかとか、貯金80万あるかどうかってあんま関係ないと思うんですよ。 で、あの、なんで今この話をしてるかっていうと、その起業するってことはお客さんを捕まえなきゃいけないわけで、で、お客さんに対して、うちはこういうサービスですよ。他よりどれくらい得ですよとかっていうのを短い言葉で伝えられないと、でも、例えば僕18歳なんですよって言われたら、うん、それが何なのでも話終わっちゃうんですよ。なので、短くその自分のサービスはこういうメリットがありますって伝えられないのであれば、残念ながら営業で仕事を取る能力は低い可能性が高いんですよね。 そうすると、いくらいいサービスを思いついても、お客さんが見つからないということになって、結果としてうまくいかないということになりがちなので、なので自分のサービスはこうです、こういうメリットがありますっていうのを、赤の他人にちゃんと伝えるっていうテクニックがない限りは、独立はしない方がいいんじゃないかなと思います。 え現在25歳、国内メーカーのカスタマーエンジニアです。主な仕事はサーバー保守設置等なのですが、現在の給料がデドリン10万ドルしかなく、この仕事が別に自分でなくてもで誰でもできるのではないかと思ってしまいます。次に転職するのはどのようなところがいいと思いますか資格とは思っていません。えっと、何か誤解をしてらっしゃると思うんですけど、あの自分でなくてはできない仕事というのは世の中にほぼないです。あの 大統領がいたんですけど、あの、割と大人気の大統領でアメリカ人にこう祝福されてたんですけど、殺されちゃったんですよね。で、その後アメリカは別に何の問題もなく運営できたりするので、あの、なんか自分でしかできない仕事があるっていう風に思ってる人って、多分自分のことを有能だと勘違いしてる無能だと思うんですよね。 あの例えば自分がある程度能力があるから他の人だとこれができないんだって思い込んじゃってると思うんですけどある程度の能力があると逆に自分ぐらいの能力がある人って結構いるよねっていうことに気づいちゃうんですよ。 その、あの、結局その、ある程度能力があると、周りの優秀な人も見えるんですけど、能力のない人ほど、あの、周りの人の優秀さが分からなくなるんですよね。なので、残念ながら、あの、無能だというのに気づいて、誰でもできる仕事をするっていうのが普通だよねっていうところで、普通の仕事をし続けるか、もしくは自分自信があるんだったら起業してみるといいんじゃないかなと思います。